日本四国地方徳島県徳島市大原町。大原町は徳島県徳島市の町名。徳島市の調査による2011年8月現在、の人口は5092人、世帯数は2034世帯。郵便番号は大原町が郵便番号773-0070。その他は郵便番号770-8012。徳島市の東部に位置し、 勝ち占い地区に属する北西は、論田町、西から、南は、小松島市に接し、東は、キー水道に面する。西部を、徳島県道120号徳島小松島線が走り、南西端で、徳島県道16号徳島上中線が分岐する。キー水道と面している側には、大神子海岸が広がり、この大神子海岸と比、 峰山一帯を姫峰大御子公益公園として整備されている。小御子、小御子山は、徳島市内から直接通じる車道がなく、小松島市を通過しないと往来ができない、事実上の飛び地となっていて、郵便番号、市外局番も小松島市側のものとなっている。江戸時代から明治22年にかけて、勝浦郡に存在した村名。徳島藩領村高は、 漢文4年の高津寺町では枝村大美子、外加護とも240国余り、京宝元年の高津寺町と天明7年の高津寺町も同行。天保合町は1655国余りで、同行には、ロンタウラ文も含むかと思われる。明治4年に徳島県となり、また同年に明東県、明治9年に高知県を経て、明治13年に再び徳島県に所属。 明治22年に勝占い村の大技となる。明治22年から昭和27年まで存在した勝占い村の大技で、昭和26年からは徳島市の大技となる。明治24年の長発物件一覧表には、大原浦富江、個数139、人口676、馬屋6、船66、昭和27年、大原町となる。 ありがとうございます。